日本千葉県阿弥子市ふさ平和台ふさ平和台は、千葉県阿弥子市東部にある JR 成田線ふさ駅から荒木駅にかけて線路の南側に細長く広がる大規模開発住宅地である。現行行政地名は、ふさ平和台1丁目からふさ平和台7丁目。郵便番号は270-1108。ふさ平和台と都心、千葉市との距離は、 約4 0トルと同程度であるが、従官する幹線鉄道が存在しないため、圧倒的に都心方面へ通勤、通学する人が多く、東京のベッドタウン化している。ふさ平和台付近の空中写真2006年1月のふさ平和台四丁目付近なだらかな丘陵地域であったが、平和不動産株式会社により開発、造成され、1976年9月より、 宅地分譲が1977年3月に小建て住宅分譲が開始された。総開発面積約52万平方メートル、総住宅個数は1847個である。分譲時には以下の4つの条件が提示され住民はこれに同意して購入するという方法が取られた。その条件とはであった。そのため池垣が道路沿いに続く。 緑豊かな一戸建て住宅街になった。2004年には、荒木駅南側土地区画整理地と道路で接続したため、それまで不便であった平和第5から7丁目の住民の利便性も向上した。また、2006年11月には、美しい街並みを維持し、素晴らしい住環境を整え、防犯にも積極的に取り組む住民の姿勢が評価され街づくり、 月間実行委員会、住宅生産振興財団主催で開かれた第2回住まいの町並みコンクールで、住まいの町並み賞を受賞した。前述の条件は現在でも、アビコシフサ平和大建築協定とアビコシフサ平和大緑化協定として更新されているが、全住民が更新に賛成しているわけではなく、協定の参加率は約97%となっている。 以上のように住民には、住環境は自分たちで守るという意識が非常に強いという特徴が見られる。2017年4月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。阿ビ子市立ふさみなみ小学校校舎 AB、人口と世帯平成29年度人口と世帯。阿ビ子市、 2017年11月4日閲覧。AB、郵便番号。日本郵便。2017年11月4日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2017年5月29日閲覧。ただし、不平和第一丁目は駅前であるため、その他の地域と対照的に大型マンションが、林立している。それまでは、道路が途中で途切れ森林が広がっていて、 荒木駅方面へは、迂回を余儀なくされていた。ふさ平和大のほか、茨城県森谷市のオーナーズコーと森谷北海道石狩群のスウェーデンヒルズが同賞を受賞した。小学校、中学校の通学区域、阿鼻子市2017年11月3日閲覧。2002年までは平和大病院があったが、現在はふさ北へ移転している。ありがとうございます。